ここか。はあ、かったり。なんで俺が幼稚園に来なきゃいけねえんだ。しかもこんな朝っぱらから。物がぶっ壊れたのは俺のせいじゃねえだろ。先に喧嘩吹っかけてきたアヤトが悪いんじゃねえか。たかが数枚の皿と壁くらいで、あんのクソレイジの野郎、ぐちぐち文句言いやがって、ムカつくんだよ。しかもなんでガキどもの巣窟に派遣されなきゃなんねえんだ。レイジはどういう人脈持ってんだよ。なんで幼稚園の先生に知り合いがいいんだか。おい、今の音聞いたか。ガキがいるって分かってたけどよ、マジで俺が相手すんのか。無理だろ。何が仕事だ。くっそ、やってらんねえ。やっぱり俺は帰る。あいつに怒鳴られたところで俺が気にするとでも思ってんのか。そもそもあいつの嫌がらせだって分かってんだろ。ったく、今日だけだって言われても何の慰めにもなんねえよ。ガキどもの相手とか悪夢だぜ。クソガキども、こっち見てんじゃねえ。なんだよ自己紹介って。クソうぜえ。言っとくが、こんな風に指示に従うのは今日だけだからな。俺は坂巻昴だ。お前らの相手をするために来てやった。手間かけるようなバカな真似しやがったら承知しねえからな。なんで泣くんだ。別にんなこと言ってねえだろ。脅してもいねえし怒鳴ってもいねえじゃねえか。おい、こら、誰の顔が怖えんだよ。目つき悪いのは生まれつきだ。あー、くそ。おい、お前どうにかしろ、泣き止ませろ。なんだ、意外とちょろいじゃねえか。はあ？絶対行かねえ。誰が近づくか。別に泣かれるからビビってるわけじゃねえ。ちっ、分かったよ。そっち行けばいいんだろ。おい、こいつら泣きそうになってんじゃねえか。近づいただけでこれってどういうことだよ。誰も睨んでねえ。だから目つき悪いのは生まれつきだっつってんだろう。話しかけるって何よ。そんなんで警戒心が解けるもんか。分かったよ、やりゃいいんだろ。大丈夫。まあ見た目より怖くねえから泣くんじゃねえ。おい、たまっちまったぞ。この空気すげえ居心地悪い。なんだこのガキ、なんか言おうか。おいガキ、今なんて言った。お兄ちゃんか。仕方ねえな。特別だ、お兄ちゃんが遊んでやろうじゃねえか。
なんだ、ガキ手なずけるなんて簡単だな。あ、こっちのガキは何のようだ。こら、引っ張んじゃねえ。そっちのお前も。懐いたらそれはそれで厄介じゃねえか、クソ。おい、このガキどもどうにかしてくれ。え、なんでお前カメラなんて構えてんだ。レジに頼まれた。ちゃんと働いた証拠写真ってわけか。んなもんまで用意させるとか、マジで陰険だな。つが待てよ、ガキと一緒にいるところをレイジに。いや、下手すりゃ他の奴らにも見られるってことに。おい、今撮影したデータ消せ。じゃなきゃカメラぶっ壊せ。お前な、こんな状況知られたらどんだけ笑いもんになるか想像つくだろう。おい、そこのガキ泣くんじゃねえ。別に俺は怒ってるわけじゃなくてだな。くそ、おら遊ぶぞ。鬼ごっこでもかくれんぼでも付き合ってやろうじゃねえか。引っ張るなって。ちょ、あ、てめえ急に蹴んな。何のつもりだ。あ、色ごっこってことは俺が悪役かよ。だから蹴るな。お前も写真撮ってないでどうすればいいのかアドバイスしろ。ようやく迎えの来る時間か。信じられねえくらい疲れたぜ。あいつらが全員親と一緒に帰れば俺の仕事も終わるんだよな。見送りだけなら楽勝だ。伝ってるだけでいいもんな。ったく、やっと解放されるぜ。ああ、なんか一人戻ってくんな。あのチビ、確か絵本読んでやった女だ。どうした、忘れ物か。あ、なんだこの紙っぺら。開いていいのか。おう、私をお嫁さんにしてください。はあ、マジかよ、ラブレターか。おいお前、これどうすりゃいいんだよ。返事って、こんなガキ相手にか。いや、まあそりゃ正論だな。ガキだのなんだら関係ねえ。正面切って告られたんだ。正面から返すのが筋か。お前の気持ちはありがたく受け取っとく。ただ気持ちには応えらんねえ。悪い。どうしてって、あ、それは、あ、なんつったらいいんだ。だからその、心に決めたやつがいるんだよ。そいつ以上に好きになれる女なんかいねえ。この先死ぬまで、いや、死んだって心変わりするつもりもねえ。だからそいつ以外嫁にもらう予定はないんだ。分かってくれ。おい、泣くことないだろ。走ってちまった。なんか後味悪いな。
あのな、冗談でも好きとか適当なこと言えるかよ。ガキ相手でも真剣に答えろっつったのはお前だろ。まあ泣かせたのは悪かったと思うけどよ。マジか。おい、あの女、今俺に告白したのにもう別の男に告ってんぞ。しかもうまくいったみてえだな。数秒しか経ってないってのに。女は怖えな。体中バキバキいってやがる。あのガキども、容赦なく蹴るわ引っ張るわ、うぜえバイトだったぜ。楽しいわけねえだろ。二度とこんなん引き受けねえからな。つうか散々撮ってた写真データ消してやる。ほらよこせ。ごちゃごちゃうるせえな。どうやんだこれ。めんどくせえからやっぱカメラごとぶっ壊すか。ああ、最初からそうやって俺の言う通りにしときゃいいんだよ。おお、これが今日撮影した分か。すげえ枚数取りやがったよ。最後のこれどうしたんだ。俺はともかくお前まで映ってんじゃねえか。ああ、先生に撮らせたのかよ。どうりで。二人してガキどもに囲まれて。ふったく、お前もひでえ顔してんな。半分目が閉じてんじゃねえか。なんだよ、拗ねてんのか。ま、この写真に免じて、カメラぶっ壊すのもデータ消すのもなしにしてやるよ。ああ、勝手にしろよ。ほら、さっさと帰るぞ。こんな仕事、二度とごめんだが。ま、ちった、楽しかったかも。